1999年、プロレス界に衝撃のユニットが誕生した。高顔無尊なマイカー P、破天荒にリングを暴れ回るファイトスタイル、まさに恐れ知らずのノーフィア。日本人離れした彼らのダイナミックなプロレスにファンは熱狂し、ノーフィアーはプロレス界を席巻。その一方、業界の別の場所で同じく伝説を生み出した者がいた。船木正勝、15歳の若さで新日本プロレスからデビュー。その後、完全実力主義のプロレスを標榜し、ファンクラスを設立。そして2000年、あの400戦無敗の男、ヒクソン・グレイシーと対峙。結果は敗戦ながらも、ヒクソンを眼下底骨折に追い込み、伝説の戦いとして語り継がれることに。それから月日は流れ、2人はここ DDT で出会う。船木は旧知の仲である坂口とタッグを組み、 KOD タッグ王座を奪取。一方の高山はディーノとの対戦後、プロレス界の帝王からゲイ王へ転身。ディーノとリアルノーフィアを結成すると、無類の強さを誇り、本日タイトル初挑戦へ。ちょっとね、ちょっと苦手なタイプ。ヒクソン相手に戦った船木をして、嫌がる相手男色ディーノ。しかし、みんなってこう怒るってことをしないんですけど、なんか昔はいかに早く人を落とせるかっていう競い合いがあったぐらいで、船木さんが確か最短記録を何秒かっていう、はい、持ってるっていう話は聞いたことありますね。船木さんというのは普通な顔して普通に人を壊したり、はい、人を締め落としたりするタイプの人なんで。穏やかな表情の下に冷徹非常な殺戮マシーンの本性を隠す船木。男色との初遭遇でその本性が現れるか。まあ船木もね、確かにタッグチャンピオンになったかもしれないけど、本当のプロレスの怖さはまだ知らないはずだよ。 DDT の、いや、この G の世界へいらっしゃい。じゃあいるぜ、ノーフィア。やるかやられるか、危険な真昼のジョージが今始まる。セミファイナル KOD タッグ選手権試合、挑戦者組高山義弘、男色 D の VS 王者組船木正勝、坂口幸男。